株式会社伊藤基は、東京都中央区に本社を置く、事務用品、各種設備を扱う企業。元は、製造部門の株式会社、伊藤基クレビオと販売部門の株式会社伊藤基に分かれていたが、2005年6月に合併した。東京証券取引所の第一部に上場している。一般社団法人日本オフィス家具協会に、正会員として加盟している。 創業者の伊藤基十郎が1890年に大阪・高麗橋にて発明特許品の普及並びに輸入品を取り扱う伊藤基商店を創業する。創業当初は海外から輸入されたホッチキスなどの事務機器や文具などを扱っていたが自社製品による拡充を図るべく1908年に伊藤基商店工作部を設立すると自社製の事務機器 文具類の開発、販売に乗り出す。その後は、椅子やロッカーをはじめとして、和文タイプライターや耐火金庫、他にもオフィス用、スチールデスクやパーティションなどオフィスに必要とされる、事務機器の多くで、高いシェアを占めるまでに成長する。他にも、医療施設や、教育研究、図書施設、物流設備向け商品に加え、スチール建材、セキュリティ機器なども扱っており、 事業は幅広い。現在では、机や椅子などの事務用、スチール家具が中心である。また、商品単独の販売だけでなく、空間を設計しての提供も行っている。ありがとうございます。